はい。皆さん、こんにちは。ワネレグルビジです。では、今回は、信長の野望大使、続きをやっていきましょう。徳川との戦争中で、前回はですね、忠勝、さらに家康と、徳川主力軍を次々に撃破したので、まずは城を取れるだけ取りにかかろうというところになりますね。では、早速、続き始めていきましょう。早速、浜松取りましたね。で、正則5万。これはさらに軍を進めて、掛川まで、進出します。ここで再び、どうだ？忠勝の軍勢と戦うことになりそうですね。で、その他展開している軍で言うと、光秀の本隊。これが今、攻略中ですね。榊原康政の高遠城。さらには、井伊直政のこもる深州城には蒲生氏郷を派遣しているので、3つに軍を分けて、進行中というところです。まあ、家康さえね、始末できればほぼほぼしばらくは安泰かなというところなので、やっていきましょう。さあ、家康の配下の武将は全員処刑。お、秀政が死んだか。堀秀政が死んだのはちょっと痛いな。まあ、しょうがないですね。そういえば、光秀ももうすぐ寿命来るんじゃないのっていう話ね、コメントでいただいてますけど、光秀の後継者、報告まあ、いたし忠ます。興にするか、あるいは秀光に戦する略かの趣と、旨です。ちょっと悩ましいですが、兵糧が危ないね。これより表情さあ、を光始め。秀自ら出てきてますが、まずは軍事系最優先でいきます。軍事系。最優先で行こうと言った割には、軍事系が全良き然、策かと。光秀が30を今出しこてきそた以外は、ご覧くだほされ。とんどないね。母衣衆決戦。これ欲しいこね。の策はいかがでしょう。で、成政は？サラサラ越え。これはあれですね。秀吉との決戦に備えて、まさに冬の極寒のアルプスを、成政が家康のもとへと、支援のために、向かったと。いう話の部分ですかね。母衣衆決戦はどこにある？これ？サラサラ越えだね、これ。ん？母衣衆決戦が見当たらない。母衣衆結成やりたかったよ。すぐにでも。まあ、ない以上はしょうがないね。どっかにあると思うんだけど、どこにあるんだろうね。あとはちょっと年貢系欲しいな、年貢系。医療数増加、領収数増加、考え、労役免除。農地最大値の方がいいかな。とにかく今すぐに、兵糧が増えるような策が欲しいんで、やっぱそんなものはないんですけどね。買ったりする以外に。今4月であることを考えると、あとまだ半年近くね、手を打ちましょう。守らなきゃいけないと。出陣する。現状の、使いの者兵が糧来でてい何まとかす。しなきゃいけないっていうのがありますからね。鉄砲22,600、これでかいな。いや、ただここは拒否だ。今逃は、げ道を残すな。ちょっとでも城を取る方が重要。さあ、じゃあ、氏郷の軍25,000。行きこまれはす。上田城へと進みます。後に続け。
伊達と上杉の講話の話はほっといていいでしょう。さて、全員処刑だ。この光秀に屈服しない限り全員処刑する。ちょっと今飛ばしちゃいましたけど、誰だったんだろう。なんか西田敏行さんの顔にちょっと似てる人がいましたね。誰武将だったんだろう。後で動画止めて見てみよう。さあ、信行も上田城で撃破。さあ、掛川城は正則。さらに犬井城と、いやー順調だわ。本当に落とせるだけ城を落としておきたい。で、家康の勢力を完全に排除しておきたいよね。忠勝未だいるか。いや、軍さ3点に分けてどころか4つに分けてるじゃん。左近、光秀、氏里、正則と4つに分けてるので、兵糧の消耗が鬼のように激しい反面、進撃の速度も速いですね。ちょっと城主の任命、武将の配属をする前に左近を、あるいは他の武将の状態を確認しておきましょう。大丈夫だね。よし、上田城攻略。光秀ちょっと兵力、削られてきたかな。まあ、ただ新府城までは進軍しましょう。大山も取りましたね。さあ、こちらにこの光秀に進化の礼を取らない者は全員処刑する。ただし、進化の礼を取った者は全員登用する。光秀は飯田城は残しておいて、新府城へ向かうと。進め、逃げ道を残すな。さあ、上田城も攻略済みだね。敵は兵糧が切れてるという話なので出ては来ないでしょう。となると、あとは北条だな。北条、報告いたします。北条がこちらに進化の礼を取ればと言っているものの、マジで兵糧がないぞ。こっちもちょっと兵糧考えないとダメだ。まず兵糧買おう。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。でだ、正則は神原、左近は駿府、光秀は新府、氏里は小諸と、このまま行こう。まずは駿府。駿府はね、大御所家康が最後の居城にしてたところですが、その駿府も正則が落としましたと。そしたら富士吉田まで進軍。ここで酒井忠次が守ってるんだな、富士吉田城は。攻めるぞ。さあ、打って出てきたこの鳥居元忠はここで死ぬ。鳥居元忠はね、関ヶ原合戦、その前、で起きていた上杉討伐のために家康が関東に下った時にね、伏見城を守っていたのが鳥居元忠ですよね。まあ、その元忠は伏見城で討ち死にするんですが、西軍に攻められて、国見で、雪村の守る国見で進軍。これが蒲生隊ですね。
蒲生氏郷もね、その家康嫌いの武将として知られていたらしいので、確か会津80万石、上杉が入る前の会津80万石を扱っていたのが氏郷だったと思うんですけど、まあ、その氏郷がね、あるいは生きていれば、まあ、関ヶ原合戦も多少違ったんじゃないかなと思うんですが、僕はどちらかというと関ヶ原は西軍びいきなんで、ブルーレイも買いましたからね、関ヶ原、映画関ヶ原は。で、あ、しまった、兵糧買うの忘れた。そしたら一旦光秀は騎乗で兵糧買いたかった。もうおしゃべりに夢中で兵糧買うのをすっかり忘れた。ただ兵糧が切れたとしても飢えながらでも攻略してもらいたい。たとえ兵が飢え死にしようが、いや、正則は帰らせよう。左近と氏郷で残りの城を取ろう。あと2つ最低でも城は取りたいで、まずは兵糧を買えるだけ買うと言っても大した量買えないわ。ありがとうございました。兵糧が尽きるぞ。また軍としての体裁をと保つのが難しくなっていると。それでも国峰城は取る。忠次は捕獲で、豊陽はこの3人か。残りは全員処刑されるぞ。いいのか、本当にいいんだな。直政、忠勝、もう終わりだな。徳川家も小松姫含めてこんだけ処刑されたら。まあそうなるよね。直政、忠勝、小松姫はじめ死んだやつが多すぎる。行くぞ。さあ残り徳川の城、まあ飯田城は置いておいて3つ、出陣するぞ。まあ、このうち国峰城は取るでしょう。取ったね。信行、お前も死を選ぶか。このようなところで無念だ。かたじけない。参ります。さあ沼田城は正幸が守ってるという城ですね。いやでもこれ以上はちょっと無理だな。兵糧、いやー、ここに来て兵糧が補充されてくれた。ありがたすぎる。報告いたします。これで徳川の息の根を止めることもできるね。もう本当にただの塗り絵ゲームになってますけど、宝鐘と上杉は当然上杉につきます。上杉とはね、遠赤ですからね。長宗我部と島津はもちろん長宗我部。徳川の軍勢が迫ってる。これは決戦しよう。家康と蒲生氏郷と、まあちょうどさっき話をしていた家康嫌いの氏郷と家康との戦争ですね。兵数1万7000同士でほぼ拮抗してます。家康のその兵力1800、
こちらは官兵衛。いやー、これは、本陣切り込みとかそういうのはやめて、無陣形で、しっかり、守る戦いした方がいいね。敵の方は、正幸、雪村兄弟に水野勝成。あとは半蔵がいますが、注意するのは正幸、雪村ぐらいかな。あとはもちろん家康。で、敵に陣があるという状態なので、まあ、騎馬隊をうまく使ってと言ってたけど、裏紙の騎馬隊184か、赤松は1800。このあたりうまく使うしかないかな。か、やっぱり、敵本陣に切り込ませるか。ただ、切り込む。切り込む。部隊がいないよな。みんな鉄砲隊とかだもんね。いやー、ここは無人機だな、やっぱり。我が力お見せしよう。ここは勝ちたいね。陣が相手に取られてるとはいえ、まあ、基本迎え撃つっていう戦いの方がいいのかどうかっていうのはちょっとクエスチョンだけどね。名を始めよう。下地を始めよう。まずは騎馬隊をうまく使って敵の陣を始めるぞ。一つ二つと切り崩しましょう。あとは、ほとんど鉄砲隊なんで、鉄砲が当たりやすい場所へと、カクカク、おのおの、移動させます。で、ガモウジザと3000とそれなり兵がいるので、これは、臆せず前へと出しましょう。こんなところかな。あとは敵が突っ込んでくるかどうかですね。家康。野戦が得意だった家康というとこなので、家康の動きを見極めましょう。家康は真ん中にいて A を進めてくる気配はあまりないな。全く敵の動きが分からない。余計なことはするな。陣を潰して撤退だ。余計なことはしなくていいぞ。覚悟せよ。ご命令は。始めるぞ。策がございます。さあ、氏里始め、鉄砲を打ち鳴らしていきます。これが我が策にございます。ご命令ください。始めましょう。始めるぞ。ゲチよ、始めましょうか。お、もう出番か。敵の居所をつかみました。さあ、浦上さん早速ピンチですが、駆け抜けてもらう。ここはね、駆け抜けよう。あとは鉄砲をひたすら打ち鳴らしていく。で、家康の本陣を見つけないといけないね。始め
家康の本陣の場所が分かって鉄砲が撃てるようになったら、ジャカ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 撃っていきます。あと雨が降らないでくれればいいかな。お覚悟願います。ゲチュもう出番か。我らが意地信勝、敵を制すは我が軍略よ。さあ家康の本陣の場所が分かったね。何これでやられたか、押し切られるか。いや、なんとか持ちこたえたいな。次、何かこちらにまずい事象が起きたりすると、戦況を負けするね。かあ、やられた。陣がないとやっぱりきついね。あとはその今回の範囲は完全に200来たらずの騎馬隊で敵の本陣の攻撃に向かせたのが良くなかったな。しょうがない。逃げ道を残すな。まあその家康はあっさり左近が撃破したので、まあよしとしましょう。報告いたします。先月の終始でございます。これより表情を始める。お、松様だ。松様と作兵衛か。まあちょっとそもそも今回生きてるやつが全員微妙だな。良き策かと。何が追加された？ちょっと確認しよう。ああ、犬伝令ね。報告いたします。そしたら、箕輪城まで取って、沼田を攻略したら左近も一度兵を引きましょう。徳姫はじゃあ我が妾としよう。即席じゃない、即席じゃないですね、側室。上杉軍との戦いですが、これは北条が勝利か。ここも北条が勝利か。ちょっと北条の勢いがついちゃうかなっていう感じはするね。なんとか上杉にね、一勝一敗という状態にしてほしかったんですが、ここは上杉が完敗してますね。報告いたします。先月の終始でございます。使いの者が来たようです。さあ徳川から交渉の使者、これは拒否。兵糧戦なんて今更もらっても困るわ。こっちには30万を超える兵糧がある。内気が下ると。半蔵は処刑だな。さあ最後の家康の城になっているのがこの飯田城なんで、この飯田城を最後攻略しましょう。出陣するぞ。これで終わりですね。家康の息の根を止めた。あとは北条だ。
報告いたします。先月の終始でございます。ちょっとキリがいいところまでということで、家康の息の根を止めるところまでやっちゃいましょう。良き策かと。策がございます。お、武将の寿命はもうすぐにでもやりたい。これさ、光秀自身にもあるのかな。家臣の寿命か。自分自身の寿命も伸ばしたいわ。お、当家に使いたい者がこんなにいると。全員雇ってやろうで。かたじけないことです。なんかちょっと今ハゲかかってるやつだったな、武将。報告いたします。先月の収支でございます。まあ、特に今ね、大きな兵の数は動かしてないんで、兵糧の減りも大したことはないので。いやー、さっきのなー、蒲生氏郷と家康の決戦勝利してれば、今回のこのプレイ内容いい感じだったんですが、あそこだけ悔やまれるな。あの騎馬隊200を本陣に突撃させた、陣に突撃させたのがちょっと良くなかったのかな。でも足の速い騎馬隊で先に陣を潰したいっていうのは、まあ、分かる内容かなとは思うんですけどね。まあ優秀な家臣団が割りましたと。家康はじめ正幸、康政、雪村、勝成とこういったところですね、全員雇います。はい、では徳川家無事滅ぼせましたね。戻るぞすいません。なので、この後はもう残る大国北条を潰しましょう。長宗我部、さらに毛利とは同盟関係、さらに上杉とも同盟関係なので、あとはもう北条を潰せば、三井家の天下揺るぎないものになるかなというふうに思いますので、次回から北条戦ですね。ちょっとまた骨の折れる決戦がいくつか続くと思うんですが、またアドバイスとか、お気づきの点あれば、ツイッターもしくは動画のコメント欄までお寄せいただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。